人はひっそりと自動式のエレベーターで6階まで上がった。部屋は625号である。家賃は3万5千円。最新式の台所や風呂場の設備があった。中へ入ると暖房がほっとするほど暖かい。今と食堂と寝室の3まで児玉の持ち物はまだトランクに入れて隅の方に置かれたままになっている。室内の日がガラスに映ってよく見えないが、テラスからは東京港の景色が見えるはずだった。お茶でも入れましょうか。そうだな。夜間はすぐ見つかった。お紅茶になさる？それとも日本茶？どっちでもいいな。ナナは一瞬手を止めた。そう言われることは重荷だった。無邪気に自分の欲しい方に決めてしまえば簡単だとは思いながら、どっちでもいいという言葉の中には幾分の遠慮があるのか、それとも本当に日本茶でも紅茶でもいいと思っているのか、わからないのだ。ナナは紅茶を選んだ。紅茶の方が道具立てが多くて華やかだったからである。人の気持ちをあれこれと憶測して気になってしょうがないというのは自分の悪い癖だと重々承知はしている。しかし言い換えればそれが自分の生きがいなのであった。不遜な気持ちだとも思う。人の気持ちを思いやってみたところでどれほどの真実がわかるものか、わかりっこないということもわかっている。それでもなお何をするにも他人を思い、本当に自分一人で好きなことをするという強さも好きにはなれなかった。お茶が入ったわ。蛇口からお湯が出るので仕事は手っ取り早いのである。今行きます。勤勉な児玉は早くも自分の下着類を戸棚に入れていた。遠目にもそれは白くきちんと畳んであるのが分かった。子供は今のソファーに座るとお砂糖を入れようかとナナに聞いた。ナナがスプーンを取ると子供はナナが砂糖を取りいいように砂糖壺を持ってやった。お茶よりお酒の方が良かったかしら。いや、お酒なんか飲みたくない。君が飲みたいんなら別だけど。私はダメなの。だけど、児玉はナナの顔を見つめた。何か今まであんまりお話できなかったから。話？ええ。児玉は黙って考えていた。何かあなたが私におっしゃりたいことがあったら、今のうちに話しておいてくださらない？あなたは私についてよくご存知なんです。何も言うことがないはずはないと思うの。君はどういうことを思っているのか知らないけれど、僕は本当に何も言うことはないんだ。ただ僕は何回も言ったように今でも夢じゃないかと思ってるんだ。君を好きだったのは昔からだけれど、こういう運命があるとは思わなかったから。モリアを忘れろ。モリアのことは許す、あるいはその問題だけは許せないから、モリアの名前も以後口にするな。その他何とでもいい。ナナはモリアの名を口にしてほしかった。そうすれば気持ちが吹っ切れて胸の中がカラカラと
軽くなるような気がする。黙っていられるということは、いたわられているのか、問題にされていないのか、わからない。いたわられる必要などなかった。いたわられて気の済むことではない。問題にされていないとすれば、それは気楽ではあったか。なんとなく、妻に何があっても平気だという男の無神経には、胸に隙間風が吹き込むようである。しかし、そういうふうに厳しく思うのは間違っていると、ナナは自分に言い聞かせた。人生には寛容でなければならない。寛容によって自分も救われる。それを信じていよう。人片付きしたら、また前のように本田先生のところへお稽古に行きたいわ。いいとも。行ってらっしゃい。小玉は紅茶をすすり終わると微笑しながらつぶやいた。それより、僕は実は困っていることが一つあるんだ。何？君の父上を何と呼ぶかということなんだ。今まで通り社長と言ったら、なんだかあまり白々しいだろう。だけど会社でパパとは呼べない。そうね。会社で社長と言い、うちで別の呼び方をするのも変だな。三人称の場合は割合簡単なんだ。家内の父にどうぞお聞きくださいというように言えばいい。しかし面と向かうとちょっと厄介だ。慣れてしまえば何でもないんだわ。結局何とも呼ばなくなってしまうかな。みんなが察してくれて、それで用事が足りるという具合に。そうかしら。いや、多分君の言うようになれるだろう。うん。小玉は寂しげに笑いながら、ナナの手を取った。